like some TikTok.みっちゃんだまーちゃんだみっちゃんまーちゃんのものづくり探検隊来てると思うんですけど、この繊維を要は生の木から取り出したわけなんですよ。でそれがまあ有名なのが日本ではこの楮という楮木がありまして、それをこう刈り取っていただいたのをみんなで蒸して、でここの今これはもう剥いた後なんですけど、それの皮をこう剥くんですね。で皮を剥いて、さらにその皮の内側だけを使って今度それを細かく砕いたもので紙を作っていますね。根元の方から根元の方をちょっとねじるんですよ。最初ねじる、うん、あ、ぬるって言った、ぬるっとする、うん、そしたらね、これで半分に割るんですよ、うん、これでこれでね、うん、こうやってこうなる、うん、こうなるね、うん、そしたらここに指挟む、左手の指をこう挟む、うん、あ、そうですね、あ、こうか、あ、あ、下に行くと、お姉ちゃん上手、お姉ちゃん、お姉ちゃん上手だよ。おあ、向けます、あ、向けた、ね、うん、いずれ噛むのでね、今向けるうちにやった方がいいかなっていう、うんうん、どっちが綺麗な、これ裏なんですか、あとでこの後考えるとどっちが使いやすいか、両方とも綺麗にできてますよ。だけどえドロードロー、コードとは違って三つ股という木です。この三つ股の名前の由来が三つに分かれてる、うん、このちっちゃいけど三つに分かれてる、三つに分かれてる、三つに分かれて、そう、三つまた、うん、もう初めてとかでもね、三つだね、必ず三つに分かれるんだね。1バットの10バットだと200万いくかな、うん、あ、でも昨日そういえばわしだった、どうだった、楽しかった、うん、で、その時聞いたよね、この構造の木にね、元の殻伸びないので、そこから使える部分が何パーセントしてる？ 5%、 5% か、ね、うん、初めはお呼びね、はい、かけて、はい、次はかけない、はい、でこれこれ止めた方がいいのかな、で親指を抜く、うん、抜いたところに抜けねえじゃんにこれを通す、うん、通す、うん、通したら、あーやっちゃったよ、でこれ引っ張るんじゃないの、そこでストップ、入れたらストップ、これ入れたら、うん、ちょっと入れるの、うん、ちょっと入れる、これでストップ、うん、これで引っ張る、うん、何点？100点中。100点、120点。おお、120点。無理やり言わせたけど。